てってる中川翔子です。なんと今日は生きててよかった、奇跡のゲスト様に来ていただきました、三井志琴乃さんです。こんにちは、三井志琴乃です。うわー、お邪魔します、しょこたん。三井さん本物ですよ。山寺さんに続き三井さん、あ、山ちゃんも、すごいです。今日はセーラームーンの映画のこの宣伝活動の中、お忙しい合間の時間をチャンネルに割いていただきました。ありがとうございます。とんでもない、こちらこそ光栄です。嬉しい。もう映画がついに公開ということで、めちゃくちゃ稼働されてますよね。稼働。そうなんです。もうこんなにも大変でいろいろこう考えられて、計画立てられて、実行されていくんだなっていうのを目の当たりにしてですね、もうただただ頭の下がる思いです。いやー、でも無事に公開されて、そしてね、あの90年代以来に久しぶりに映画館で公開されるってすごいこと。我々セーラームーンリアルタイムドンピシャで浴びた世代は、もう体の成分のほとんどがセーラームーンで構築されているって言っても過言ではないですよね皆さんね。だからそんな私は三井さんにこれから100個の質問させていただけるということで、ふぅ、楽しみです。掘り下げた感じの質問もあるかと思うんですけれども、はい、逆にパパパンと答えていただければありがたいです。はい、はい、嬉しい。ドキドキ。では行きたいと思います。三井志琴乃さんに100の質問。三井志琴乃さん、名前の由来は？結婚するまでは本名で、おこと楽器のことが俺が好きだったっていうのを聞いてます。誕生日、血液型は？はい、12月8日生まれの A 型です。はい、趣味は？着物をこう着て楽しむのと手芸です。あー、素敵。好きな色は？オレンジ。運動は得意ですか？だったどういうことでしょうか。自分はどんな性格だと思いますか？性格は、割とポジティブ。じゃあ長所はどこだと思いますか？長所？あ、同じだ。倒れるなら前にっていう前向きな姿勢自分で言ってんの恥ずかしい。つまり短所は？短所は頑固なのかな。得意教科は何でしたか？算数。かっこいいです、算数。いや、数学じゃないのよ、算数はい、部活は何でしたか？体操、硬式テニス、放送部。ちょっと文武両道感がありますね。そうですね。小さい頃の夢は？ほぼさん。わー、素敵。そういう未来でも素敵だったかも。小さい頃は何して遊んでましたか？ゴム弾とか知ってる？ゴム弾なんて説明したらいいの？もう大きなゴムの輪っかを両端で持って、なんか歌に合わせて飛んだりとか、なんか高さ低さを競って遊んで、あ、縄跳びでやってました。上下真ん中どれだみたいな感じで。朝起きたらまず何してますか？ブクブクうがいうがいから喉乾燥しますもんね。そうですね。好きな食べ物は？白玉クリームあんみつ。結構悩んで、結構どんずばできましたね、はい、白玉クリームあんみつ。あんこが好きなんですね。あんこ美味しい好きな飲み物は？ジンジャーエール。辛口ですか甘口ですか？辛い方が、ね、私もです、はい。好きな映画は？ちょっと手前味噌でごめんなさい、美少女戦士セーラームーン R。 ああ、本当はエターナルって言いたいんだけど、まだ後編まで公開されてないので、うん、はい。好きな動物は？カエル。意外。カエル、アマガエル、レオノガエル、形が好きです。指のこの吸盤あるじゃないですか、あれは好きですね意外な答えがいっぱいで面白い好きな音楽は？サザンオールスターズ。おー、好きな漫画は？漫画ね、いっぱい好きなのあるけど、手塚治虫さんの火の鳥かな。火の鳥、うん、ちょっと突っ込んでやります。初恋は何歳でしたか？だいたい小学校3年生ぐらいかな。幸せな男の子がいたんですが。休日は何してますか？パソコンの前で雑務。今フリーなので、はい、自分でいろいろスケジュール管理とか、あとはギャランティーのご請求出したりとか。大変だ、はい、好きな番組は？池の水全部抜きます。あれ見てるんですねラーメンは何系が好きですか？味噌。中川翔子といえばどんなイメージですか？もうね、希望。嬉しいです。自己肯定感低かったのが上がる。ありがとうございます。これからやりたい役は？役は何でもやりたいな。でもコメディとかそういうの好きだな。
何に一番お金をかけてますか？衣装代。ほぼ声優はね、衣装自前なんだよ。そうだったんですか。これは知らなかったです。そうなんだ。去年はどんな年だったと思いますか？なんでしょう、人類が本当に知らない領域に足を踏み込んでしまったという、我慢、忍耐だったかな。幽霊って信じますか？はい。見たことあるとか？見たことないんです。ないけど多分いるだろうなと思います。即答でしたね。占いは信じますか？はい。これも即答。なんか当たったことがあるんですか？なんかいいことを信じて、なんか前に進もうっていうところがどっかちっちゃい時からあって、なので占いは信じてます。じゃあ UFO は信じますか？はい。これもすごい。見たことはないの？ないけど見たいなと思ってます。じゃあ好きなおにぎりの具は？鮭。朝はご飯派？パン派？パン。喉のケアってどうされてますか？特に何もしてなく、多分強いのかな。ありがたいことに。体調維持には何が大事だと思いますか？睡眠ですね。睡眠時間何時間ぐらいですか？6-7時間。今の悩みは？リアルな悩み？はい。体が重力に負けてきた。おい、地球め、重力め。上げて上げてーって感じですね。あんたかけていきましょう。50メートル走のタイム8秒9だったのは覚えてます。8秒台か。遅いの遅いの。死にかけたこととかありますか？はい。病気で腹膜炎を腰掛けていて、痛そう。すごい痛かった。学生の頃好きな芸能人は誰ですか？アブデカの浅野温子さんの役がすごい好きです。浅野温子さん。はい。じゃあ芸能界で実際見て感動した人とかいますか？ひーと思ったのが大沢たかおさん。素敵と思って。本当はファンだったから、はい、仕事にかこつけてこうスタッフとしてプレゼント持って見てたんですよ、収録を。でスタッフがこの大沢さんのとこに行ってマイク外したりとか雑談をしてる時にスタッフが早く来てくれてでもそこから動けなくて、私ドキドキしちゃって。ナレーターだとしてます、三石です。プレゼントの その場で渡せずじまいにして、無事渡せたんですか？スタッフ経由で。スタッフ経由、もったいない。直接渡せたらよかったですね。いや恥ずかしかった。よく使うアプリって何ですか？ LINE と Twitter かな。 SNS 結構。じゃあセーラームーンじゃないセーラー戦士を演じるなら誰が良かったですか？難しいな。これ聞きたい。今ですかね。誰だろう。あ、みちるさんとか挑戦したいかな。セーラーネプチューン、火曜みちるさん。確かにちょっと独特な感じ。ねえ。色っぽくて。じゃあ、声優になってなかったら何になってましたか？子供の時の夢だったほぼさんになってたかな。それ素敵。じゃあ、得意料理は何ですか？人参のきんぴら。美味しそう。スキンケアってどんなことしてますか？特に変わったことはしてなくて、化粧水を3倍漬けみたいな。いっぱいバシャバシャつける。化粧水は多めにつける。夜寝る前って何してますか？猫から身を守る。うちの猫、ベンガル猫なんだけど、野生味が強くて、なんかね、甘えてゴロゴロ行ってくるんだけど、そのうち気持ちよくなってこうカブーって噛みついてくる。やばいっつってもスポッて音を取ったり。じゃあ綾波アスカ、もし美里さんじゃなかった場合どっちをやりたいですか？ね、オーディションでアスカを受けているようなので記憶が飛んでんだけど、アスカの方が近いかな。いやでも美里が一番だな。ありがたい、嬉しい言葉ですね、それもね。じゃあドラえもんの欲しい道具は？どこでもドア。もう。じゃあセーラームーンのアイテムどれが好きですか？ムーンスティックですね。これも即答。なんでですか？ムーンスティックで、ま、この形が好きっていうのもあるし、セーラームーンらしい、唯一無二のなんかスティックって感じもしてて、で今だったらエスカレーションでコロナを撲滅する。一人ずつリフレッシュさせてほしい。大変ですよ、世界中にみんなにこうやってやる。一人ずつなのか、まとめていったらあれで使えないのかね。まとめてはありなんですかね。まとめてありってことにしましょう。助けてほしい。セーラームーンがきっとね、コロナ禍に光をくれるヒロインだと思いますので、だから今のタイミングで映画が公開なのかもしれないですね。最近嬉しかったニュースは？
嬉しかったニュースはこのコロナ禍でも映画公開っていうことですね。奇跡ですね、本当に。でも今お客さんがちゃんとこう親子でだったりとか、うん、世代がさらに広がってるっていうのもすごいことですね。そうですよ、今ちびっこ見たら本当絶対恋をするそんな気がします。うわキュンときた。じゃあ今まで演じたキャラで印象的なのは誰ですか？山田太ですかね。あ、太ちゃん、ゾンビランドサガも新作発表されましたね。へえ、太ちゃん、この三石さんの特徴的な声なのに三石さんって一切バレないでゾンビボイス、あーっていうあれだけで来たからびっくりしましたねそうなんですね、トレンド染まりましたもんね。喋らない、うん、伝説の山田太、一体何者なのかがまだ明かされてないからすごい楽しみなんですけど、はい、私も知らないです。本人も分かってないままやってる、はい、タレちゃんも分かってないでしょうね、うん、じゃあ難しかったキャラは自分がやった役がリメイクされて最初に戻った時がどうしても難しい。フューチャーグランプリサイバーフォーミュラーっていう、あれデビューほぼデビューしてヒロイン、初ヒロインだったんだけど、それはもう新人ながらよく分かんないまま下手くそのままやってたんですよ。あ、勢いというものも。そう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 。でそれをまた総集編しますって言ったら同じセリフ同じシーンがあって、それがやっぱり当時と同じようにできない。あ、少しこうテレンテクダ身につけたのと、なんかうまくなっちゃったっていうネガティブな言い方なんだけど、分かっちゃってますもんね。そうなんです、できなくて、もう何度もこう居残りしたなっていうことがありました。シェンロンに一つ願うなら何ですか？コロナ撲滅。うわ、最近のマイブームはトランポリンですかね。お家でやってるんですか？そうなの、ちょっとこう一人用のトランポリンピョンピョン、重力に逆らってますねお家で。最近買ってよかったものって何ですか？これまた重力に逆らうっていうことでメディリフト。聞きます。多分ね、直後はなんかねシュッとなった気がする。おー、うん、すごいなと思う声優の先輩はいっぱいいると思うんですけど。いっぱいいるんだよな。玉川咲子さん。おー、どんな、なんか思い出エピソードありますか？ですね、現地通信あげ玉っていう作品でご一緒してたんですけど、その時一応敵側の女ボスみたいな立場で、はい、高笑いが素晴らしかったのと、あと、そうそうそう、あともちろんそのセリフもすごいんですけど、やっぱり面白いことをやった時にさすがだなというか、コメディーからシリアスから、はい、もう幅が広くて。アニメと吹き替えってどう違いますか？デフォルメ具合ですかね。あ、やっぱり心にある感情は同じなんだけれども、アニメーションの場合は二次元のものを浮き上がらせるパワーが必要なので、よりこうデフォルメして強く出す。でも吹き替えはこうナチュラルに、はい、シャネルはいる。コロナが収まったら行きたい海外はどこですか？ヨーロッパかな。一回も行ったことないのだ。似合いますヨーロッパ、パリとかイタリア、ベネチア。おお、行きたい。一緒に行こうよ。行きたいですね、ベネチア。わ、新しい夢ができました。できました、皆さんとヨーロッパ。今までで恥ずかしかったこと何か覚えてますか？それいっぱいあるんですけど通学路でおならをしたこと。あ、いいんですかこれ。爆弾発言、三石さん人間でした当たり前だよ。なんか自分はヘッドホンしてたのよ、はい、当時はウォークマンっていうね、はい、カセットのカチッっていうやつなんですけど、それしてたからこう部活朝練に行くときに一人でもしもし歩いてて、ちょっとプッて出ちゃったの。朝ごはん食べたばっかりだったから。そしたらもう自分はヘッドホンしてるから全然聞こえてなかったんだけど、はい、冷静に考えればおならの音が出たと。で後ろには他のバスケ部の男子とかがいたということでそれを考えると今でももう本当恥ずかしくなりますね。自分だけ気づいてないけど、シンプルに後ろ歩いてた人からすると、あ、普通に生音でもなる。好きな男子とかいなくてよかったですね、近くに。よかった本当に。好きなアイスはシャトレーゼのアイス。都内にあんまりないんですけど、うん、実家の近くとかに洋菓子とか和菓子が美味しいシャトレーゼっていうお店があって。何味なんですか？季節のものもあるし、どれも選べない。本当に食べてほしい。シャトレーゼ見つけたら食べます。お家の中で好きな場所ってどこですか？こたつ。今欲しいものって何ですか？今欲しいものは何だろうな、何だろうな、何だろうな。特にないかも。あ、物欲がない、すごいかっこいい、はい、学生時代の思い出を一個。体操部の練習をしてた時に着地
口を失敗して前にのめって手を折った。もうエピソードがでかいですね。1個ずつ折ったんですか。痛いですね、こうやって。いやー、これ初めて三角形してね。声優デビュー作どんな感じだったか覚えてますか？OVA のエースを狙いでヒロミが訪ねてくるアパートの人、友代さんっていう人で、その声優が英語だったんですよ。いきなり英語。そうそう、 What are you doing over here? セリフまで覚えてる。そう、それは覚えてる。すっごい練習したから。うわー声優として食べていけるようになるまでって苦労ってされましたか？そうですね、アルバイトしながら、あと劇団活動をしてたので貧乏でしたね。みんなそうだよ。三井さんも下積みあっての当たり前だよ。山寺さんがオール苦労してないなって思ってたから。マジですか？あ、もうね、才能がね、溢れてたからね、山寺さんはね。ヒットアニメとか、なんか当たり役とか、そういうのにオーディションで受かるっていうのって、こう運とか縁とかタイミングとか、なんか全部の巡り合わせが噛み合った瞬間みたいなことってあるんでしょうね。私が新人の時に、あの山寺さんと初めて会ったのは、あ、100人でピアンデーっていう番組で、私が番組見学したんですよ。はい、でそこにあの山寺さんを絡まるっていう役で、かっこいい役でやってて、でも早めに行って、私あのお茶の準備とかしてた時に、スタジオ暗い中に山寺さんは椅子を並べて寝てました。もうすでに忙しくて。おー、すごいな。面白いですね。セーラームーンの90年代での思い出っていっぱいあると思うんですけど、一つ言うなら歌の振り付けを自主練してた。何年前だった、27、8年前 の、 そのセーラームーンとしての初めての映画、劇場版 R ですね、の公開の時に声優さんが歌って踊るっていう、もう珍しい、その当時は本当に珍しいことで、そのためのムーンリベンジですね。ムーンリベンジ、ムーンリベンジを振り付けして踊ったんですか？そうですね、その振り付けは私たち5人 の、 あの富澤道枝さんの知り合いの振り付け師の方を呼んだりとか、で場所は時間帯で貸すスタジオを借りたり、それが無理な時は誰かのお家を少しこう家具を寄せて練習したり。もうそれ仕事のスケジュールで勝手に組まれるわけじゃなくて、自分たちで、そうなんです。衣装も ある日富澤道枝さんから電話がかかってきて、ポトちゃん、あのね、ブーツ買っといたからって言って、5色ちょうどいいブーツがあったらしいんですよ。で、道枝さんが見つけて、これはイベントで使えると思って全部キープしてくれて、買っといてくれたりとか、もうこう役者のマンパワーで作り上げたっていうのが思い出深い。いいな、その時大人だった人はちゃんと行ってかぶりついて見てたんですよね。子供だったから幸せだった部分と悔しいなって部分とどっちもありますね。あ、ちなみに成功したんですか？はい、はい、もう見事。はい、失恋した時ってどんな感じになるんですか？泣く、寝る、風呂みたいな。風呂、風呂は命の選択ですからね。はよ、じゃあ寝ちゃう。人生最後に食べるなら何がいいですか？うちのパパが作った、パパって旦那が作ったローストビーフ。おー、美味しそう。美味しいんだろうな。今の記憶を持ったまま誰かになれるなら誰になりたいですか？鳥？人間じゃなかった。あ、人間って大丈夫です、鳥で大丈夫です。ありがとうございます。じゃあマックはバーベキューソース、マスタードソース、どっち派ですか？バーベキューです。うん、私もです。ジェシさんの譲れないポリシーって何ですか？こう役に誠実であること。あ、もう役も生き物なので。あ、名言。ライジンのナレーションいかがでしたか？もう血が湧き立ちましたね。なんでだろうね、やっぱ特殊な番組なのかな。やっぱり最強の女戦士がナレーションっていうのはもうみんなにしっくりきますよ。一番強い女はセーラームーンですもん、やっぱり。あとこれ、セーラームーン大投票の後にセーラームーン熱が収まりきらずに、その後ゲーム実況でスーパーファミコンのセーラームーンをやってる時にYouTube でファンのみんなと、これ聞きたいよね三石さんにって盛り上がっちゃったことがあったんですけど、はい、三石さんはよくセーラームーンでもピュアな心、うん、でエヴァでもエヴァっておっしゃるじゃないですか、うんうん、で、美奈子ちゃんとかピュアな心って普通におっしゃってて、あれ、これあーって伸ばすのって監督からの指示なのか、それと三井さんがこうアレンジされて言ってるのか、どっちですか？これは普通に素で言ってましたね。うわー、謎が解けた。そうだから、ね、クリームソーダもクリームソーダって言ってるところがあったらしくってコメントに書いてあったんですけど。あ、そうだったんですね。あー、だから指摘されて初めて気づいたの。へー、なんで三井さんだけエヴァ
ーって言うんですか、うん、やっぱ聞かれるんだ。バー、あ、ちっちゃいアーがあるじゃん。だからなかったらエヴァだけど、はい、エヴァーってあるからエヴァーってなっちゃうんだよね。アスカはエヴァって言ってるっていうところ。そうなんだよね。あ、そうだったんですね。なんかすっきりしました。ありがとうございます。はい、あ、そんでね、その、あ、エヴァなんだと思って、私今までずっと間違えてたんだと思ってで、ある時エヴァって言ったの。そしたら逆にちょっと変なんでエヴァって伸ばしてくださいっていうダメ出しをもらったことがあります。そうなんですね。もう美里さんの言い方っていう風になったんですね。すごい面白いですね。面白い歴史になってる、ね、なんかすっきりしました。ありがとうございます。今年の抱負は、抱負はチャレンジ&癒し。大事ですね。いや、すごい健やかに。セーラームーンクリスタルでの思い出ってありますか？新メンバーになってる。新メンバーの思い出。なんかみんなでこうカフェとか行ったのが楽しいですね。すっごい仲いいですよね、クリスタルチーム。LINE、うん、グループもめちゃくちゃ動いていて、うんうん、みんなセーラーチームで、あの、六本木のセーラームーンのショーとか、そうそう、あ、ね、ショーさんも来てくれてね。一緒に貸していただいて、すごい楽しいです。そこに入れていただいて幸せです。ウサギちゃんを演じるときに何を大事にしてますか？成長しないこと。あー、うん、おー、いい意味で、うん、あ、長く同じキャラを演じるにあたって声が変わらないようにする秘訣は？やはりここ気持ちですかね。気持ち、ハートをキープしてれば、うん、多少キーとかは変わっても同じ役でいられるかな。勉強になります。朝起きるのは得意ですか？まあまあ普通に得意です。苦手な食べ物は？激辛のもの。喉でもね、うん、あと胃にくるね。そうですね、もうね、壊しちゃいますね、胃がね、はい、インドア派？アウトドア派？基本アウトですね。うん、苦手なことは？苦手なこと？フリートーク。そうなんですね、ゆるくなんか話すみたいな、はい、じゃあ今すぐ会いたい人って誰ですか？誰だろう。もし叶うならビーズの稲葉さん。うわー、かっこいいですね。好きなタイプは？楽しい人。うん、じゃあ三石さんのチャームポイントどこですか？あの、まつげです。長いです、うん、もう上まつげも下まつげも。そうなんです、天然なんですけど長いです。羨ましい。舞台はどんな楽しさと大変さがありますか？楽しさは、なんだろう、同じ物語を何回も稽古してどんどん変わっていく、深くお話を味わえるっていうので、大変なのは、まあ、イコール面白さでもあるんだけど、幕が開いたら最後まで止まらない、生でっていう。ライバルだと思ってる人っていますか？なんか久しく忘れている響きだな。今あんまり思い当たらない。デビュー当初って言いましたか？デビュー当初はやはり同じ同い年の人たちが必ず比べられたので、うん、へえ、じゃあコンビニでいつも何買いますか？V9 ゼリー。へえ、流動食。10年後どうなってたいですか？誰かこう仲のいい人間と笑っていたい。うん、緊張する時ってどうされますか？あ、その緊張するんでしょうか？しますね。手とかもこう震えるし、あの、声も震えてくるし、しょうがない。おお、諦めてる。緊張とともにもう晒すって感じですね。仲良しの人って誰ですか？業界でだと勝手に思ってるのは高山みなみさん。うわー、最強の2人。あ、いよいよ90問を超えたので、あともうちょっとです。一番人生で嬉しかったことは？子供を産んだ時。ああ。じゃあ人生で一番怒ったことって？仲良かった人が陰で悪口言ってるのを聞いちゃった時。何言っても、ね、やめて、悪口やめて。もう一番怖かったことはありますか？学生の時に実家で、ね、寝てたら不審者が入ってきた。うわ、怖っ。え、どうしたんですか？実家だよ。別の部屋で両親とか兄弟も寝てるのに、私の部屋でこうパジャマのズボンをこう引っ張るのを感じたのね。で、え、何と思ってこうやってやってパッて見たけど、あの、光の加減でシルエットしか見えなくて、で、あれ誰、お母さんとか思ったらスックと立ったら大きいのよ。あれ、お母さんじゃないってことはって思いながらドキ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 したら、その人はスッと部屋から出て階段をタッ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 と降りてた。で、怖くなって、お母さんお母さんお母さんって呼んだら、部屋からガラッて両親も
あの家族も出てきて、え、じゃあ今のは誰だったんだっていうので、もう縮み上がりました。めちゃくちゃ怖いです。だってそんな触るぐらいのとこまで来ていて、で家族いるのに、そうで結構冷静に帰っていくっていう、怖っ。怖いでしょ。やらなかったって。その階段をタッタッタッと降りる音を母も聞いてんの。へえ。だからその霊的なものではなくて、なんか現実に、あー怖い。戸締まり気をつけようね。気をつけましょう。世の中ほんと変な人いるからね。あー怖い。何フチ？ワイシャツネクタイフェチ。おお、ちょっと春気がします、うんうん、好きな季節は春。好きなスポーツは野球観戦になるかな。じゃあマモちゃんとカジさん、どっちがタイプですか？あーあー、選べないな。これはこれも絶対選ばなきゃいけないとしたら、あ、選べないな選べないから両方選ばない。選ばない。うわー、選ぶのは辛いわ。うわー、なんかもう嬉しい答えかもしれない。このわーって悩んでくれてる感じも嬉しいかもしれない好きな YouTuber とかいますか？私あんまり、そのね、翔太のは時々見てるんですけど、まだ分からなくて、そしたら子供が教えてくれて面白いなと思ったのが、はじめまして松尾ですさん。あの動画とか、まあ、ご本人も出たりするんですけど、鶏と犬、猫、熊、なんか白い生き物とのこのシュールなコントがあるんですよ。お、今度見てっていう感じのおシュールそう、見てみます。ありがとうございます。じゃあいよいよ、もう99本目。声優を目指している人にアドバイスをするなら？何でも、あの役の引き出しになるので、自分からこういろんなものを見に行ったり、知識とか知ってほしい、何でも興味を持ってほしいです。ああ、素敵です、はい。ではいよいよラストです。100本目、劇場版美少女戦セーラームーンエターナルの見どころは？これは夢がテーマになっているので、しょこちゃんも出演していますし、とっても、もう宝石がギュッと詰まったような宝石箱になってますので、勇気とかパワーとか、そして今辛い状況でも前にこう進めるパワーをもらえると思います。そんな戦士たちがまっすぐな瞳で、あの中で活躍していますので、ぜひ感染対策をバッチリしてご覧になってほしいです。もうめちゃくちゃ見たくなる言葉です。宝石箱ってぴったりですね、セーラームーンに。そうなんですよ、うん、で今回その4期の長いボリュームをギュ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 ッと映画の前編後編に縮めてあるので、やっぱりこう見どころばっかりが集まっています。うさぎちゃんたちの活躍、ちょっとね、映画も撮ってるんでご覧になってくださいねはい、ということで100問ね、こんなに濃いお答えをいっぱいいただけて、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。大丈夫ですか？ありがとうございます衝撃の言葉がいっぱいあの三井さんとうち来るっていう番組で、そうだよね、ナレーションでしょこたんって呼んでくださってたことが夢みたいで、だからこうしてお会いできたり、ね、あのご飯も行かせていただいたりとかして、ね、ご縁ができるなんて夢みたいで、本当に優しくて大好きな三井さん、このチャンネルに来ていただけてとっても幸せでした。こちらこそ楽しかったです、ありがとうございます。はい、ということで、ね、大好きな三井仕事のさんに100の質問を答えていただきました。はい、ね、よかったらチャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では最後にあのうさぎちゃんの言葉で締めていただいてよろしいでしょうか？わかりました。すみません、感染対策をバッチリして映画を見ないと月に変わってお仕置きよ。ありがとうございます。やったー、無茶ぶりだったのにごめんなさい三井仕事のさんでした。映画見てね。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。